さあ、これより試合は最終クォーター、第4クォーターに入ります。関西大学相手陣相手陣37ヤードからセカンドダウン13で試合再開です。さあ、ランニング枠に託しました。ハンドオフさせて中央トップを図ります。金沢大学ランを選択し、味方ランを回避しながらキャリアは24番、約6ヤードのゲインとしています。失礼しました、キャリアは22番の選手でした。金沢大学22番の金森がキャリアでした。1回生のランニング枠です。金沢大学サーダウン7、ボールオン相手陣31ヤード。ナイスラー、ナイスラー。クォーターバック1番ショットガンフォーメーションから自らキープ、中央突破を果たし、そこから左オープン展開して攻撃権更新です。金沢大学ファースター。金沢大学相手陣14ヤードからファースターアンテ。パス不成功。金沢大学パスを選択しましたが、プレイアクションからワイドレシーバー19番へのパスでしたが、このパスはショート、パス不成功となっています。金沢大学相手陣14ヤードからセカンドダウンテ。大学はプレイアクションのパスを通しましたが、これを取ったのは福井県立大学12番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、福井県立大学攻撃権ダッシュになりました。インターセプトを決めましたのは福井県立大学12番の北川、4回生が一仕事ここで決めます。これにより攻守変わります。今度は福井県立大学の反撃に入ります。ボールオンは自陣4ヤードの位置から福井県立大学ファーストアウト。さあ、まずランプレーで入った。ショットガンフォーメーションからランプレーで中央トップ上がりました。キャリアは12番、先ほどインターセプトを決めた北川です。このランにより4ヤードのゲイン。福井県立大学ランを試み4ヤードほどゲイン。滋賀の田様、コメントありがとうございます。確かにプレーアクションパスが多かった印象です。これによりディフェンスがその動きに慣れた部分はあったかというインターセプトでした。
さあセカンドシックスの状況、どのプレーになるでしょうか。福井県立大学ワイルダーズ、さあ再び中央のプレー、福井県立大学ランを重ねましたが、それほどランを重ねましたが、このランはほとんどゲインありません。約1ヤードのゲインです。キャリアは同じく12番の北川でした。ベイシさんはナイスインター、コメントありがとうございます。確かに素晴らしいインターセプトでした。さあ福井県立大学サーダウン5、ボールは自陣9ヤード。パス成功、ナイスパスカット。花山大学9番、ここで福井県立大左スプリンターとから最短以外のパスを投じましたが、このパスを読みました福井県立金沢大学9番が見事に対応しパスカット、パス不成功としました。パスカットしましたのは金沢大学9番の大谷、2回生のプレイヤーです。福井県立大学フォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。金沢大学これをリターンしません。ボールは福井県立大学陣45ヤードの位置で止まりまして、この位置での攻守交代となります。敵陣45ヤード地点よりファーストダウンで、先ほどインターセプトで金沢大の攻撃を断ち切りました福井県立大ですが、しかし攻撃権更新になりませんでした。再び攻守変わりまして金沢大の攻撃となります。ボールオン相手陣45ヤードから金沢大学ファーストダウンテ、ここでホイッスル、チームタイムアウト、金沢大学ここで金沢大後半2回目のタイムアウトを使います。ここから金沢大学はいかにして試合を終わらせるかという試合運びも問われてくる状況になります。アメリカンフットボールはプレーの終わり方によって時計の止まり方、進み方が違います。ボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計は回り続けます。逆にボールを持った選手が外へ出る、あるいは前パスを失敗した場合には時計が一旦止まります。これによりできる限り時間を消化せず、不利なチームは得点を奪う攻撃が求められ、リードしているチームはできる限り時間を消費する選択が求められます。さあ試合再開します。金沢大学相手陣45ヤードからファーストダウンテン、さあまず中にランプレーを入れます。金沢大学ランを選択しましたが、短いラインプレーを入れました。ゲインは約1ヤードですが、中で倒れたため時計が回り続けます。このことにより相対的に金沢大学の福井県立大学の攻撃の残された時間も削られていきます。金沢大学セカンドダウン内、
ここでパスを投じようとしました関西大学。しかしこれを見計らったように福井県立大学71番が9ビザック大きなロスを奪いました。素晴らしいプレーを決めたのは福井県立大学71番の金子4回生。これにより金沢大学はサードダウン24という状況になりました。金沢大学サードダウン、パス不成功。ここでパスプレーを取りましたクォーターバック。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投じた後にヒットしました。これによりまして15ヤードバッター、しかもオートマチックファーストダウン、自動的に攻撃権は1回目に戻ります。結果的に先ほどのクォーターバックによって、策によって大きくロスさせました福井県立大。その攻撃権リセットの機会を与える形になってしまいました。金沢大学相手陣に入りまして、相手陣に44ヤードからファーストアウト。ここで選択肢のオプションプレーでしたが、ラインワークにピッチしたタイミングを見計らい、福井県立大学10番が素晴らしいタックルをし、約6ヤードロス。素晴らしいプレーをしましたのは福井県立大学10番の飯田4回生です。金沢大学ハーフウェイよりセカンドダウン16、クォーターバックここで素晴らしい粘りを見せました。パスを投じる瞬間にあわや QB サックというヒットを浴びましたが、これをかわして左にスクラム、約6ヤードのゲインと変えました。金沢大学相手陣45ヤードからサードダウン11。福井県立大学ナイスです。この状況を打開するように福井県立大学70番が猛追、クォーターバックにプレーをさせる前に潰しました。大きくロス。素晴らしいディフェンスをしました福井県立大学70番は小林、1回生のプレーヤーです。金沢大学フォースダウン20の台、パントフォーメーションを選択します。金沢大学
16番大館選手の、このボールは福井県立大学陣25ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となります。得点を上げるには至りませんでしたが、しかし金沢大学時間の消費には成功しました。試合時間残りは3分23秒となります。福井県立大学、果たしてこの攻撃実るでしょうか。ボールオンは自陣27ヤードからのファーストダウン10。ファースター、ここでミドルゾーンへのパスをワイドレシーバー10番に通しまして攻撃権更新としました。福井県立大学ファースター、フレッシュを獲得し、福井県立大学ボールオン相手陣43ヤードの位置になりまして、福井県立大学ファースターアンテン。パス不成功、ナイスパスカット。福井県立大学、ここで再びパスプレーを通そうとしましたが、しかしこれは金沢大学が見事にパスカットし、パス不成功としています。福井県立大学セカンドダウンテン。さらに行きます、ナイスゲイファースター。ここで再びプレーアクションからのパスを通しまして、キャッチしましたワイドレシーバー16番見事な粘りで攻撃、18番見事な粘りで攻撃権更新としました。18番吉川選手がパスをキャッチし、フレッシュ獲得し、これにより相手陣38ヤードから福井県立大学ファースターアンテン。パス不成功。ここでパスを重ねようとクォーターバック8番ターゲットを探しましたが、カバーされていて右に流れて10番へパス、しかし10番もカバーされパス不成功に終わっています。福井県立大学相手陣38ヤードからセカンドダウンテン。クォーターバック8番、乱れたスタップを自らカバーし、右オープンでパスを投じようとしましたが、しかしカバーされていたため、パス不成功となっています。失礼しました。パス成功となっています。パスを投じておりました。攻撃権更新です。見事なプレーで攻撃権更新としました。福井県立大学ファースター。福井県立大学、敵陣25ヤード地点よりファースターアンテン。福井県立大学、相手陣25ヤード付近からのファースターアンテン。パス不成功。ここで今度はミドルゾーンへのパスを通しましたクォーターバック8番、しかしパスをカットされパス不成功に終わっています。パスを試みますがパス不成功。福井県立大学セカンドダウンテン。さあここでランニングバックに横へ振りました。パスをキャッチした12番左オープンを展開し約7ヤードのゲイン、しかし中で倒れたため時計が回ります。福井県立大学サーダウン3。12番北川選手がボールをキャリーし8ヤードほど獲得し、失礼、サーダウン2に訂正します。
パス不成功。この状況をパスで突破しようとしましたが、しかしこのパスはキャッチできず、パス不成功に終わっています。試合時間残り1分6秒となりました。福井県立大学フォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック1番10番にパスを通しまして攻撃権更新です。ギャンブル成功。ファーストダウン。そしてフレッシュを獲得し、敵陣8ヤードからファーストダウン点、ファーストダウンゴール。福井県立大学相手陣10ヤードからファーストダウン点。さあ試合時間残り40秒を切りますが、ここでホイッスル。チームタイムアウト3回目。ここで福井県立大最後のタイムアウトを取ります。失礼しました。タイムアウトのカウント表示を誤っておりました。失礼いたしました。タイムアウトの表示を訂正いたしました。さあ試合時間残り38秒で福井県立大学ファーストダウン点。パス不成功。ここでエンドゾーンへのパスを投じましたが、あわやインターセプトという非常に危険なプレーでした。しかしパス不成功に終わっています。さあ福井県立大学セカンドダウン10。パス不成功。ここで再びスペシャルプレーを投入しました。ランニングバック12番にトスをして、そこから12番がパスを投げるトリックのフリーフリッカーでしたが、しかしこのプレー失敗に終わっています。さあダウン2ボール。福井県立大学サードアンテン。パス不成功です。パス不成功に終わりました。3回目のパスプレーでしたが、このパス不成功に終わっています。パスは試みますが、パス成功。ダウン1つ失いフォースダウンとなります。福井県立大学フォースダウンギャンブル。パス不成功。ここで最も耐えるレシーバー10番へのパスでしたが、このパスディフェンスのカバー勝利、パス不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。金沢大学攻撃権を得ましてファーストダウン点の攻撃に入ります。
ナイスランファーストダウンです。キャリア6番ハンドオフを受け左オープンを展開し攻撃権更新としました。ここで試合時間がなくなりました。審判によるゲームオーバーのコールがありまして、ここで試合終了です。試合終了となりまして、福井県立大学0点、金沢大学49点で金沢大学エバーグリーンの勝利。金沢大学優勝となりました。両チーム素晴らしい戦いを応援していただきました。近年この国立リーグを引っ張ってきました福井県立大学、しかし今季はその強敵である金沢大学に苦杯を喫し、ここでシーズン終了という形になります。しかし素晴らしい戦いでした。そして金沢大学見事復活を遂げる優勝を果たしました。おめでとうございます。リーグ戦を優勝しました金沢大学エバーグリーンはこの後に控えます11月12日の対山口大学ギャンブラーズとの一戦に甲子園ボール出場をかけて戦います。北陸の夢を背負ってその奮闘を期待したいと思います。両チームナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは武道だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が大きく変わります。それは高校で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、
あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません、あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに最後まで挑むことができなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。本日の配信は北陸学生アメリカンフットボール連盟のご協力と許可を得まして配信が実現いたしました。お招きいただきました協会の方々大変ありがとうございました。この配信を担当させていただきましたのは私、道楽屋リチャーでした。それでは失礼いたします。